皆さんこんにちは、武田塾の高田です。特別講師の伊藤です。今回のテーマは東大理系伊藤先生と物理のエッセンスについて語ろう、やっていきたいと思います。はい、物理でまあダントツ一番人気の参考書じゃないですかね。うんうん、そうですね。で伊藤先生も実際エッセンスを使ってた、うん、一時期使ってました。一時期、はい、ちょっと意味深ですが、はい、そのあたりも聞いていきたいと思います。その物理のエッセンスって、まあ、どんな本で、まあ、いいところと、ちょっと注意点といろいろ話していきながら、まあ、こんな人におすすめだよとか、こんな人は逆に注意してねみたいな、みんながねエッセンス使うだろうから、そこをちょっとこう話していくような動画にしたいなと思います。はい、じゃあまず伊藤先生、物理のエッセンスのいい部分、うん、どんなところだと思いますか？そうですね、なんといっても小さくて薄いですよね。お、確かに、はい、コンパクトですね。はい、コンパクトなので、はい、一冊をやっぱり終わらせられるっていうのはこう結構いい点かなと思いますね。確かに、まあ、基礎的な内容一通り網羅できてますし、はい、あの一冊しっかりやっていけば、うん、基本的な物理の解き方は身につくよと。考え方から、うん、あの問題までうまくつながっているというか、うん、イメージで言うとこうなんか坂をこうやって上がらせてもらっているようなスロープというか、そうですね、はい、導入から入ってブ、うん、ーンってなってたらこう小さな問題が来て、うん、あ解ける解ける、うん、ってなって、うん、その後も問題がいくつかあって、うん、あなるほど分かったぞっていう風にこうシームレスに、シームレス上品な表現確かにエッセンスって結構オールインワンな一冊かなと思ってて、うん、なんか最初講義というか、うん、運動方程式ってこういうもんだよとか、理学的エネルギー保存則ってこういうことだよとか、その概念の説明から出てきて公式が登場して、でじゃあこの公式を当てはめる問題まずやってみようってところから始まって、で徐々に結構本格的な難しめの複雑な問題も入ってきてみたいな感じで、一冊で理解から、公式の暗記、公式を実際使ってみる、でちょっと複雑な問題を解くみたいな、オールインワンですよね。そうですね。だから確かにまあシームレス、まあスロープというかスモールステップというか、まあそういう風な作りにはなっていて面白い一冊ですね。そうですね、やっぱりまあ1から始まって問題解くとこまで一冊で一応できるよねっていう形になってると思います。あと結構解説の信者多くないですか、エッセンスの解説が。うーん、おお私はちょっと分かりにくかったというか、はいはいはい、エッセンスの解説で、はい、いやここが分かんないんだけどなみたいなところが、うん、書いてなかったりしたので、なるほど、苦手な人にはちょっと物足りない解説なのかな。なるほど、ありがとうございます。こう会う人にはコンパクトで、うん、問題集と講義がセットになってるから理解もしやすいし、うん、まあ、苦手な人はちょっと要注意の解説よというところで、うん、じゃあまあいい点はそんな感じですよね。はい、続いて注意点とかについて話していきましょうか。うん、伊藤先生が思うエッセンスの注意点、はい、どんなとこでしょう。はい、これはやっぱり一冊でコンパクトにまとまってるがゆえに、うん、どうしても細かい説明だとか、うん、こう苦手な人がわからないよっていうところが少し省かれてるような、結構確かに解説もコンパクトですね。うん、そうですそうです、うん、もうこの薄いだらっとしたところに解説があるので、はいはい、こう苦手だから、うん、よしじゃあ一から物理やり直すぞって言って、うんうんうん、私の場合がそうだったんですよ。はいはい、あの物理が本当に苦手でもうどうしようもなくなった時に世の中のエッセンスっていうのを使ってるっていうのを聞いて、ね、確かに薄いし、うん、名前もエッセンスなんか一からみたいな、うん、確かに確かにこう本質みたいな、そうですね、本質で土台みたいな、そうです、基礎的なやつなのかなと思って手を出したら意外と難しくて、はいはい、この一文を理解するのにすごく時間がかかってしまったりとか、うん、これってどういうこと、その前が知りたいみたいなところが書いてなかったりしたので、うんうん、苦手な人にはちょっとおすすめはできないかなって思います。なるほどですね。確かに基礎系の教材っていろいろあるじゃないですか。はい、エッセンスってある程度も基本が揃ってる人がなんか復習で使うにはめちゃくちゃいいと思うんですよ。うんうん、はい、例えば浪人生で去年1年間ある程度物理勉強してました、うんうんうん、じゃあこの春何かしら一冊復習したい、じゃあエッセンスとか結構コンパクトに一気に復習できるからいいと思うんですよ。はい、でも現役生で物理めっちゃ苦手でもう何もかも分かんないみたいな人が最初に使う本ではないって感じですね。そうですね、確かにそのにしては解説がちょっと省かれてるし、はい、理解に苦しむ部分は確かにありそうですね。はい、ちゃんと本屋さん行けばもっと物理詳しい本いっぱいありますよね。うんうんうん、本当に基礎の本だと、うん、もうこのぐらい分厚いのあるじゃないですか。はいはいはい、そういうのは、まあ、それを全部やるか置いておいて、うんうん、めちゃくちゃ苦手な分野に使うには、うん、まあ、もっと細かい本はあるかなっていう感じですね。さっきちょっと軽く言ったように物理のエッセンスって講義の要素もあるし、うん、公式を覚えるって要素もあるし、うん、公式を使ってみるっていう基礎的な問題って要素もあるし、うん、到達点というか意外と複雑な問題も入ってますよね。そうなんですよね。だから意外とこう幅広いことを一冊でやっちゃおうみたいな本なんで、うん、例えば講義っていうところに特化する
ると例えば宇宙一分かりやすい高校物理とか、うん、秘伝の物理とか、橋本の初めから丁寧にとか、なんかもっと噛み砕いて分かりやすく説明してくれてる物理の本はあるよと、はい、で問題集っていうところでも、まあ、学校で配られているようなリードアルファとか、うん、まあ、リードライトノートとか、入門問題成功基礎問題成功とか問題集って意味でも解説もうちょっと強化されてる本はあるよと、はい、なんか全部のなんかいいとこ取りをした結果、うん、全部がちょっと中途半端になってるみたいな、うんうんうん、まあまあそれが短期間で復習したい人にはおすすめだけど、うん、みたいな、そうですね、難しいとこですね、うん、使い勝手はいいかもしれないんですけど、はい、まあ、全員がそれを使えるかっていうと、うん、合う人合わない人がいるよねって思いますね、うん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 、だからオールインワンな一冊で一気に復習するには向いてるけど物理苦手な人にとったらちょっと辛い部分になると、うん、他なんかエッセンスの注意点とかありますか？そうですね、結構その導入とこの説明の部分が少し独特というか、うん、ちょっと感覚的な理解を大事にしていたり、うん、はいはいはい、面白い、図がために出てくるときに、うん、図が結構なんか特徴的なんですよね、イメージでの感覚的な理解をこう目的にした図があったりとか、うん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 、王道ではあるんですけど教科書とかとはちょっと違った説明のされ方をされたり、うんうんうん、見慣れない図が出てきたりするので、うんうん、なのでそこちょっと感覚的な理解が合うか合わないか、ここも肌感としてていうか物理って参考書によって全然毛色違いますよね。いや、そうなんですよね。伊藤先生ちなみに何使ってたんですか？私はセミナーと重要問題集、あ、もうオーソドックスな学校準拠みたいな感じでやってたんですね、はいはい、もっと上の方行けばもう微積で力学をときますみたいな、そういうのも一時期やってました。それはどうなんですか？いや、それこそあの式を導出するところから始めるっていうので、何だったかな、物理の新物理入門とか違うか、あ、それです、ね、あ、そうか、はい、新物理入門、新物理入門とか、はい、やっぱりあの塾でおすすめされて買ったんですけど、はいはい、それをやるには結構時間がかかるというか、うん、学校で普通の物理もやりつつ、はい、微積物理もこうやっていくと、はい、ちょっとあのどっちやったらいいのみたいな、確かに確かに結構混乱しちゃうんですよね。なので本当に微積物理やるんだったら、はい、私はこっちでやるぞって決めて、はいはいはい、それに時間を費やした方がいいですけど、私は公式の暗記もやろうとしてたし、はい、微積物理もやろうと思ってて、うん、中途半端にはこの公式は覚えないで導出するとかやってたのであんまり得意にならなくて難しかったので、微積物理についてはいろいろありますけど、はいはいはい、それこそがね、もう大学というか、はい、まあ、原点なんだみたいなね、考え正しいんですけど高校の物理に必要かというと、はい、まあ、なくても全然戦えます、はい、ってぐらい物理はもういろんな流派があるんで、うんうんうん、本当にまあ教科書に忠実な本とか、うん、基礎基本にこう噛み砕いた本とか、うん、まあ、エッセンス風の本とか、うん、微積で力学を解くみたいな本とか、うん、いろんな毛色があるんで、まずちゃんと自分に合ってるかどうかは見ないとダメですね。そうですね。でその解説をしっかり読んでみて、あ、この本だったら理解できるっていう本をぜひ使ってほしいなと思うので、はい、まあ、伊藤先生の場合は、うん、そのエッセンスの解説だとちょっと合わなかったし、微積の解説もちょっと合わなかったっていうところですかね。わ、うん、はい、かりました。エッセンスはどんな人におすすめですかね？そこまで物理がとっても苦手というわけではなくて、うんうん、はい、でも共通テストで言うと、うん、全然8割は取れないなみたいな人が網羅的に復習するために使うにはもってこいの問題集かなって思いますね。確かに、まあ、しかも問題集なのに考え方も結構載ってるのがいいとこだと思いますね、うん、はい、合う人にはすごく合う本だと思うので、うん、ぜひ自分との相性を確かめてみながらエッセンス使う人は使ってもらえたらと思います、はい、というわけで今回の動画は以上です。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。